片散歩始まりました。今回の片散歩はですね、この栃木県の下野市やってきております。下に野原の野って書いて下野って読むらしいです。僕は全然読めませんでしたけど、そんなわけでここはですね、桜の誓いというアニメの聖地になっているらしくて、聖地巡礼、お得意の聖地巡礼をするんでしょうか。まずじゃあ行ってみましょう。はい、皆さん、ここはグリムの森というもう異様な雰囲気が漂っておりますけど、ではでは早速迷い込んでみましょうか。グリムの森へ迷い込みましょう。森を抜けた先にでっかい館がありました。グリムの館です。行ってみましょう。グリムの館に来てます。やっぱりグリム童話の本もある。さすがですね。本当にグリム童話に関わるものしか置いてないっていうぐらいね。はい、ということで下野市の石橋駅到着しました。グリム童話にちなんだね、なんかカラクリ時計なんですかね、これは。時間になるとくるくる回るそうですけど、まだ30分あるのでちょっと待てません。さすがに多分時間帝国ちょっきりに回ると思います。はい、下野大使やってきました。もうデカ猫が2匹いるんですけど、ここはですね、厄除け、なんか学業成就、子育て安産ってなんか願いたい放題なここです。はい、ここはニャンニャン堂、境内の中にゃんにゃん堂、本当に猫がいたから、よう来たの人間って言って、わしは眠いぞって言って。はい、ということで、下野市散歩させていただきました。これね、下野市 の道の駅下野の、イメージキャラクターとして生まれた、今は下野市の、ゆるキャラとして下野市代表です、カンピ君、ありがとうございました。バイバイ。